はい、といいますのも佐藤監督は今回も参加作品がございます「はい、固定の空」がグランプリを受賞されまして副賞だった制作支援金を活用してさらに今回短編「デッドはゾンビゾンビが発生しようとも僕たちは自己評価を変えない」を制作されました、はい、そこで新たなゲストです主演の倉島サラさんにも会場にお越しいただきましたどうぞステージの方にお越しくださいお入りください。 さあそれでは「デッド・ア・ゾンビ」こちらの監督さんとして改めて佐藤監督ご挨拶お願いいしますはいえーまあ、先ほどの「固定の空」でグランプいただいて次回作支援金が出るということで、まあ、正直すごい低い額だったんですけどもなんとか生かそうと思いまして文化庁の助成金とかいろいろ加えてなんとかお披露目することができてとても嬉しく安心しております。 はい、どもありがとうございました。<laughs> はい。はい。い<や>ありがとうございます。あのすみません。あんまり予算ある、が、あ <laughs> の映画祭じゃないものでして。すみません。精一杯ね、やらせていただいております、ね。さあ、そして。はい、そして倉島沙羅さんもご挨拶をお願いいたします。はい、ええー、いするぎさ役を演じさせていただきました、倉島沙羅と申します、えー。今日この場に立つことができて、大変嬉しく思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。 もしかしたら脳ギャラかもしれませんね。わかりませんけど。<laughs> さて、佐藤さん、倉島さん、この泣けるゾンビ映画とても良かったです。で、これ倉島さん実際撮影どうでした？そうですね。ゾンビ映画に参加させていただくことが初めてだったので、最初はどういったえっ、ー、と。 撮影になるんだろうとは思っていたんですがいや佐藤監督のアドバイスをいただきながら一つ一つ丁寧に作り上げた撮影機関だったかなと思います作品の中の倉島さんとは全然違いますね。子守の女の子だったんで、えー、<laughs> いやその中にちょっと魅力があるんですけども、えー、監督、今回のゾンビ僕ねメイクが見事だと思いました。 そうですね、えー、これべん、あのー、ゾンビメイクの第一人者、え、江川悦子さんの会社で。ではい、い副賞の五十万円は、そこに全部投入した感じが。あ、全然足りないですね <laughs>。すみません。足りないすみません。すみません。でも、本当にね、これ対策並みの、やっぱり、あの、クオリティだと思いました。そうですね、あのー、まあ、ものすごい準備をしっかりしていただいて、えー、まあ、本当スケジュールもなかったんですけども。 あの短い中であっという間にゾンビを作り上げていただいて本当に助かりましたこれ、倉島さん、はい、リアルゾンビはいかがでした、あのー、朝、えっと、現場に行って控室を開けると毎日4人のゾンビがいるっていうその撮影期間はとても新鮮でしたし、ね、なんかやっぱり。 とてもリアルだったことが、うん、あの芝居のしやすさじゃないですけど、そういったところにもすごくつながったんじゃないかなっていうふうに、感じています。ありがとうございました。では、それぞれですね。あの、これからご覧になる皆さんにメッセージをお願いします。監督、お願いします。はい、あのゾンビ映画なんですけれども、あのこう、役者さん、まあメインキャストもサブキャストも、まあゾンビのエキスターもやっていただいた方々も、ええー、と、みんな。 的確に演じていただいていますのでちょっと役者に注目して見ていただけたらと思います、はい、そして倉島さんお願いしますはいこの映画はゾンビが一つ大きなテーマになっているかと思うんですが、えー、ゾンビになってしまった家族とさっきの関係性にぜひ注目していただけたらなと思いますとてもなんだろう他の映画では見られないようなえっ、えー、とゾンビのアプローチの仕方になっているというかこう 描き方になっていますのでぜひそこに注目してご覧いただければと思いますはいありがとうございますデッドオアゾンビゾンビが発生しようとも僕たちは自己評価を変えないわこの後19時30分7時30分からフ u l u で配信いたします今日の23時59分までの限定配信となっていますのでぜひこの開会式が終わりましたら皆さんご覧いただければと思います 佐藤監督倉島さんありがとうございましたありがとうございまましたまたゾンビ映画が一本誕生したかというね、そういう感じなんですよね、またこの固定の空からガラッと変わっ、がらっと,うことで、でも根底にある何かこう、愛情とか情感といったものは、佐藤監督の持ってるものなんだろうなっていうふうに思いますね、えー、ちょっと楽しみですね、楽しみす見るのが、はい、はい